はい、今回は任天堂スイッチとプレイステーション4に対応している、なんでしょうね、これは、書いてあるのを読んでみると、マウスとキーボードをまあスイッチとねプレイステーション4で使うことができると書いてあります。まあよく言われているコンバーターというやつなんでしょうかね。スイッチでマウスとキーボードの操作ができると、まあ標準でも対応していますが、ほとんど文字入力ぐらいしかキーボードは反応しませんし、マウスに至っては対応ソフトのみでマウスを使うことができます。果たしてどの程度このね、果たしてこのつながる DX でどの程度スイッチなどでねマウスキーボードを使うことができるんでしょうかといったところがポイントです。型番なんかもありますけどね、パッと見てみるとこんな感じ、ターボ、オート、セッティング、ホーム、ホームボタンはホームに戻っていくんでしょう。 USB のねスロットが4つありますが、それぞれ役割が決まっているようです。左側面にゲーム機とつなぐためのマイクロ USB のコネクターがありましたね。で、同梱されていたケーブルもちゃんとマイクロ USB です。まあこれ買うとねちゃんとケーブルもついてきますといったとこです。他には取説ですね。取説がないとね、どのボタンが何に対応してるか全く分かんなくなっちゃいますんで、まあその辺も含めて書いてあります。その他ターボ機能とかもありますね。あ、ここに一覧表がありますね。まあこれを見ればどのキーボードがキーがね何のボタンに対応してるかが分かります。マイクロ USB をここに挿してと、今回はね本当はスイッチドックに挿すということなんですが、今回はホリから出ているね USB ハブスタンドを使ってやります。まあちょっと撮影の関係上なんで、通常はスイッチドックにつけます。まあ接続は終わりました。あとはですねキーボードとマウスを持ってきます。あ、電源入ったらこうチカチカしてますね。あれ消えちゃった、スリープしちゃいましたね。ちょっとマウスとキーボードを持ってきますね。マウス、マウスの方につけます。どこに挿してもいいわけではなくて、それぞれちゃんと役割が分担されています。あれ、さっきプレイしていたキャプテン翼になっちゃいましたねと、特にマウス動きませんね。ふんともすんとも言わないぞ。マウス、マウス、あれメニュー画面では動かないのかな。次、キーボード。キーボードもキーボードのアイコンのところに差し込みます。さあキー操作で、あ、ちゃんとねインジケーターが点滅から点灯に変わってますんでね、そこがポイントです。接続は終わりました。さあキーボード、どれがどれが方向キーとかが全然わかんないな。マニュアルを読まないとダメかな。マウスは相変わらず動かないな。メニューでもね動くはずなんですが、今んとこ動きません。あ、そうだ、コントローラーとセンサーからですね、これだ、プロコントローラーの有線接続をオンにしないとダメなんですね。これ重要ですね。これで認識したかな？うん。まだ動かないな。とりあえずプロコン有線接続はオンですね。それとですね、あれなんだ。このね、コントローラーでジョイコンがね、コントローラーとしてスイッチに認識しちゃってると、キーボードとマウスが、認識しないということが
取扱説明書にバッチリ書いてありますんで、ジョイコンね、外しちゃって認識を解除しないとダメですね。お、動きました。動いたよ。キーボードで A ボタンってどれだっけ。まあ何でもいいんだっけ。ほら入った入りました、今キーボードで操作してます。これ戻すためには何ボタンだ。B ボタンってどれなんだろういやー、マニュアル読めばいいんですよね。あ、戻ってきた。 B ボタン分かった。 B ボタンってスペースだ。スペースキーが B ボタン。あ、動いた。まあ、よくあるキーボードの操作で W が上、S が下、A が左、D、D ね、D が右になってますね。それで C ボタン、あ、C、キーボードの C が A ボタンに相当してますね。いや、やっぱキーボードだとやりにくいな。やっぱね、ゲームは生まれながらにして、こう、コントローラー、パッドで来ちゃったんで、キーボードで動かすの非常に大変。ただ現在はね、マウサーなんていうぐらいだから、マウスとキーボードでやるのが結構、なんていうのかな、早いというのか、なんていうのか、そういうことらしいんですが。いやー、やっぱね、パッドですね。コントローラーです。まあ、ものによって、ソフトによってはやりやすいものもあるのかもしれませんけど、自分はこう、ダメだな。ちょっとまあ、ちょっとソフトがダメだね。確かね、結構質問されているのが、フォートナイトですね。フォートナイト。フォートナイト。あ、マウス動くじゃん。マウス動く。ほら。今マウスなの。かろうじて映ってますけど、右下の方にね、マウス動かしてます。マウスで、ちなみにマウスの上下がですね、コントローラーで言うとこの右スティックですね。右スティックに相当してます。なんかないかな。あれ、何押した今。なんか押しちゃったな。あ、これはナムコだな。ほら、バンダイナムコ。あ、やっちまったか。これ、こいつは、この、キーボードで動かせるんだけど、キーボードでやるのか。あ、マウス反応しないや。この画面しないね。要するに、コントローラーでも、右スティックでは動かせないということですね。あれ、減っちゃったな。ゲームソフト減っちゃって、なんか。そっか、カード入れてないんだ。ゲームカード入れてないから。それは今関係ないです。ちょっとワギャンランドありますんでね。果たしてできるのか。まあできるとは思うんですが、やりにくそう。マウス動かしちゃったよ。スタートボタン。スタート。プッシュスタート。ちょっと今、フォートナイトダウンロードしてます。あまりにでかくて、一回消しちゃったんですね。ちょっと前にね、ちょっと前でもないか、フォートナイトできますかということの質問が結構多くて、キーボードのところで。ダウンロードしてちょっと練習してたんですけどね。なんか、飛行機というかヘリコプターから飛び降りる段階で、パラシュート広がないでね、急降下して終わっちゃったという思い出しか残ってません。ワギャンランドも動きますけど、アクションはやっぱキーボードきつ。きついわ。動かせるといえば動かせますけど、死んでもうたよ。よし。
マギャンランドはまあいいとしてね、フォートナイト最後チェックしたいと思うんですが、まあ確かになんつうのかな、このキーボードとかをプロコンに見立ててるって感じですよね。あ、フォートナイトダウンロード終わりました。よし、メニューの選択もね、キーボードが使えます。なんかちょっとやらないうちに全然変わっちゃいましたね、フォートナイト。うちなんか誰も関心ないから全然なんか知らないうちに進化しちゃって。さあ、ここからがあれですよね、操作できるかどうか。あ、ちゃんとねキーボードで動かせます。でマウスで視点っていうのかな、視点ですね。確かに視点の移動は早い、マウスのが視点の移動の方が早いね。で左クリックかな、でこうなんかハンマーを振り回してますね。キーボードで移動してマウスで視点とか、なんか振り回してますね。まあ、そんな感じですがあれ、あれ敵なの、今何してんだっけ、練習。まあそれはいいや、とりあえずマウス、およびキーボード動かせますね、動作します。まあ結構問い合わせがね定期的に来るんですが、まあ通常の方法だとマウスキーボードは使えないかなと思います。キーボードは確か文字入力はできましたけどね、操作とかキャラクターの操作は標準状態ではできません。あれ、飛行船に移ってしまった。めちゃくちゃ動くよ、ほらマウスで視点がねぐるぐる変わる。やっぱマウスのが視点の移動は早いね。まあ、もしかしたらそれがね重要なのかもしれないけど、でも確かマウスとか使ったら、なんだっけ、アカウント番みたいのがあるとかないとか前コメントで読んだ気がするんで、その辺はねルールというのか守ってやってほしいかなと思います。まあ自分はこう完全にこの周辺機器がねちゃんと動くかどうかのチェックのみですのでね。ほらマウスだとこう視点がぐるぐる動くな、早い、しかも、やっぱちゃんとパラシュートで降下してるね。この辺は変わってないみたいだね。おそらくプレイしたのっても1年半以上前だと思うんだけどね。どうもこうオンラインだとテンションが上がらない私なんですが、パラシュートはどうするんだこれ。わからないな。これじゃないよね。あ、急降下してる？急降下してるわ。あ、オートか。パラシュートはオートだ。どうしよう。これなんか紫の雲が追っかけてきたような気がしたんだよな、昔。あ、あるじゃん、紫の雲。紫のカーテンみたいのがさ迫ってきて、だんだんこうね敵の方に追いつけられちゃう。違うな。あれ、いつの間にか着水してる。敵の方にね追い込まれていっちゃうんですよね。まあフォートナイト、キーボードとマウスで確かに操作できました。まあただその辺はねどんなルールがあるかちょっと知らないので、ルールに沿ってやってほしいかなと思います。アカウント取られちゃうと悲しいと思いますんでね、ルールは守ってほしいかなと思いますが、さてさて、ここはあれ、あ、違うキーボードになってるね。違う、キーボードじゃないね、マウス、違うマウスになってます。まあ、マウスはねちゃんとねこう、あ、これホームボタンね、ホームボタン、ホームボタンは周辺機器の方についてます。マウスは
あんまりボタンがたくさん多くなくてよくて、最低限のこうホイール付きマウスで、あとは左右クリックとホイールボタンがあればいいと。そして無線にも対応しているということなんで、無線のね、あのちっちゃい USB のものがあれば無線にも対応していると書いてあります。ちょっといっぺんにいろいろできませんので、なんか他のことまだできそうなんでチェックしたいと思いますけども、まあ今回はとりあえず Fortnite がプレイできたと、キーボードマウスでねプレイはできたということを報告というかしたいと思います。ただこいつはね任天堂ライセンス商品ではありませんので、もしかしたらアップデートによって使えなくなっちゃうというリスクがある商品です。では、良い週末を。